パジアーノ岡山などで活躍し、去年現役を引退した赤嶺慎吾さんが昨日岡山市でサッカーイベントを開きました。イベントには小学生およそ70人が参加し、楽しく汗を流していました。本当小学生年代はまず本当楽しんでやることがまず一番だと思いますし、それがまた成長につながると思うので、本当一日一日の練習だったり、試合を本当楽しんで過ごしてほしいなと思いますね。赤嶺のコーチ知ってた？パパには聞いてた。最後のなんか試合が楽しかった。ユニフォーム着てるね。そう好きなんですよね。好きだったんで、はい、そうなんです。近くで一緒にサッカーやったけど、上手かった。どこが上手かった？全部。パジアーノ以外にも J1 の FC 東京や出身地沖縄の FC 琉球など数々のクラブに所属した赤嶺さん。引退後は岡山での生活を選び、来月岡山市で小学生向けのサッカースクールを開校します。子どもたちのために、成長や目標の手助けに、少しでも、なれるように、はい、また頑張っていきたいなと思っています。